えー、はいどうも、埼玉西武ライオンズ応援ユーチューバー大チャンネルです。ロッテの服を着ておりますが、西武ファンです。えー、ということでね、本日、えー、PayPay ドームで行われました、福岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオンズ、えー、クライマックスシリーズファーストステージ第1戦でございました。えー、我々西武としては、まあ、ビジターゲームっていうこともあって、もう失うものないですからね。3位からの下克上を目標に、えー、まずこの初戦取りたいといったところで、えー、結果が5対3で負けです。ター いやー、初戦取れたことがまずでかかったっすね、ホークスとしては。いやー、本当にね、3回で一気に4点取って、主導権を握って、そのまま逃げ切ったっていう形でね。いやー、本当に今日いい試合でございました。千賀投手も初回からエンジン全開で。 え、結果的にはね、8回を投げて3失点と、3点は取られたんですけれどもね、え、非常に良い,いピッチングが見られましたということで、本日の試合展開、振り返っていきましょう。え、今日の両先発が、え、ソフトバンクが千賀投手、もう初回からエンジン全開でございました。え、対するね、我が埼玉西武ライオンズは、こちらもエースの高橋光ー,ー投手ということでございましたけれども、え、初回2回とね、両チーム3者凡退ずつで終えまして、え、3回にね、ライオンズがランナーを出すんですけれども、え、点を取ることができずに、はい、3回の裏ですね、え、ここで、 ホークス、ビッグイニング。え、ワンアウトからね、あの、シュートを右京っていう電車が、はい、快速飛ばしてきまして、一流戦を破るツーベースヒットを放ちました。で、その後、カイ選手にフォアボール。ここがちょっとコーナー痛かったわ。ヒットを打たれてからね、この最終バッターカイ選手っていうところもありましたし、ここフォアボールっていうのも,もったいなかったっすね。さあ、そして、ワンアウトランナー二塁一塁というチャンスを作って、ここで一番のリードオフマン、三森正樹選手が、左中間へのタイムリーツーベースヒットを放ちました。ナイスバッティ え、ここランナー貯めてね、え、三森選手に、えー、完璧にここ打たれました。はい。えー、これでホークスが先制点ということで。で、その後ね、ツーアウトランナー三塁二塁となります。はい、牧原選手を支えて。えー、ここでバッターが、ギータです。さあ、一番いいところで、美味しいところで、一番頼れるバッター、ギータに回ってきました。えー、このギータがなんと、宇宙界へのホームランラグーンへ飛び込む、スリーランホームランを放ちました いや、これもギータにもホームラン出てね、一気に4点取ったっていうところでもう一気にね、このホークスに勝ちが恵んできたんじゃないかなって感じでしたね。はい。柳田祐希もうさぁ。 どのチームも関係なくホームラン打ってくんのやめてくんないかな俺が配信してたら結構打ってくるじゃん配信に限らず現地行ったりとかしてもさ、あの、大チャンネルが嫌いなんかギータもしかして。で、これでまあホークスが一気に4点を先制しましたというところで、まあ我が西武としては、まあね、少ないチャンスをできるだけものにしていきたいというところでね、5回の表にようやくチャンスが恵んできますと。えー、ンナウトからね、栗山選手が宇宙館へ、これあわやホームランかというね、センターのツーベースヒットを放ちました。さあ、こっから流れ持っていきたい。えー、ト選手も 三遊間を抜けていくヒットにつなぎで、この後、ウーネンティン選手の打球を、ファースト中村晃選手のエラーによって、ライオンズ1点返しました。よしよしよし。あきら、何してんのせっかくいい流れだったのに、こうやってエラーで点取られるっていうのがね、またちょっと、あの、うちはもったいなかったっすよね。で、続く、アイト選手もね、これもね、ホームラン一瞬いったかなと思ったんですけどもね、えー、これ、センターへの犠牲フライで1点返しました。最低限。 この展開非常に怖いですといくら4点取ったからといって西武、まあ、打線も非常にしぶといところがありますしあのリリーフ陣盤石なんでこのあとどうやってしのいでいくのかと思ったら、えー、次の6回の表に2アウトから森友哉選手にソロホームランを打たれました。 これで1点差です。まだまだいけんぞとあと攻撃3イニングも残っているし、こっから1点ずつでもいいから取って、早めに追いついて、そして逆転と行きたいところだったんですが、<ー>え次の6回の裏に直後、中東選手のタイムリーヒットで、ホークス1点追加です。<laughs> この1点がでかいんだよ、右京もうよくやってくれたよ、ほんとに。いやー、ありがとう、ありがとう、ほんと。ねえ、1打席目では一流戦抜けていくツーベースヒット放ってね、この3打席目では貴重な追加点となるタイムリーね。いやー、お見事 <laughs> 我がホークスの今日の先発ね、千賀投手は8回を投げまして3失点と、まあ、試合を作ってくれたっていう点で言えば、本当に素晴らしいピッチングでございました。えー、そして9回の表、えー、モイナロの攻撃です。 もう勝ったなと。えー、負け決まったなと。だって、モイネロの攻撃っていう風に出てんのに、もう打てないでしょ、こんな。と思っていたんですが、えー、我が埼玉西ブライオンズ、えツーアウトからではあるんですけれども、アイト選手が、えー、ライトへのヒットを放ちました。これね、あの、ライトの柳田選手もね、ちょっと弾いてしまって。えー、ツーアウトからでありますが、ランナー出ましたと。おいギータ、ホームラン打ったからって油断すんなよ。確かにな、証明の関係はあったかもしれない。でもね、 グローブに当たってなったらちょっと取ってほしかったな。えー、続くね、代打が中村拓也選手出てきまして、えー、これね、ファーストの頭上を越えていくヒットで、2、えー、ーアウトながらランナー2塁1塁とランナー溜めましたと、えー、またまた代打、オグレリー選手出てきました。さあ一発出ればもう逆転です。ここはもう一発、もしくはタイムリーしか求めていません。ここでオグレリー選手は。三振。試合終了です。 いやいやいや,いやマジで。<laughs> 本当に心臓に悪いって、モイちゃん。ビジョンにさ、モイネロの攻撃って出てたけどさ、あの、守備陣とかがなんかモイネロに攻撃してるんじゃねえかと思ったよ、俺本当に。本当にビビったよ。まあまあ、結果的には勝ったから、これは大きい。チームとして勝利することができたっていうところがまずね、一番大きいところだから。まあ、ホークスとしては、明日一気に決めたいっすね。はい。明日の先発が東山投手。そして、相手のライオンズが今井投手ということで、えー、明日はね、引き分け以上でもうファイナルステージ進出が決まるんで、えー、なんとか、 明日勝利を戻りでききるよううに戦っていきましょえー、もう後がなくなりました。我々は。我が西武がファイナルステージに行くためには、えー、2連勝しか可能性がなくなりました。いや、ただね、僕らはもう下克上するっていう風に決めてるんで、もう失うものもないっていうのも分かっていますし、本当に全力で戦って、あの、勝つのみなんで、まずは明日の先発、今井投手に期待して、まずは1勝1敗の5分に戻して、 えーラスト3戦目で一気にライオンズの流れのままえー、ファイナルステージ本当に逆転進出決めていきたいなというふうに思いますえー、ライオンズファンの皆様共に応援頑張りましょうライオンズファイティン あーネタは。なんか今、自分がさ、ライオンズファンとホークスファンになったっていうさ、そういう夢を見たんだよね。なんか面白い夢だったな。はい。ということで、まあ、本日、えー、僕、ロッテファンがね、ソフトバンク対西武の試合を観戦してまして、5対3でホークスが勝利いたしましたと。はい。えー、僕ね、昨日動画出しまして、今日はホークスが、あの、4対2で勝つんだと。 はい、いう風に予想しておりまして、まあその予想は当たらなかったんですけれども、え、昨日僕ね、あのソフトバンクが勝つ必殺技、4点取れればホークス勝つぞと。一方の西武は5回までで2点以上リードしてれば勝つぞと。 言ったところでまあ、この時点でね、ちょっとホークスの勝利が非常に近かったなーっていうところがありましたね。まあ、僕の分析はあながち間違ってなかったと、えー、言ったところでございましたね。で、まあなんか、夢の話に戻るんですけど、なんか僕がホークスファンになったり、ライオンズファンになったり色々している夢を見たんですけど、あの僕ロッテファンですからね。はい。そこだけは皆さん勘違いしないでくださいね。ということで、えー、私ロッテファンも、まあ、 まだクライマックスシリーズファーストステージね、明日第2戦行われますんで、えー、生配信の方やっていきたいと思います。ということで、明日の生配信もぜひ皆さん、えー、楽しみにしておいてください。それでは、モインツ、ファイティン